ちょうどイオンモールに行くやつも来てるんだ。で、飲み物も買っとこうかな。暑い。じゃあ、なんかこんな感じに。今11時ジャストくらいなんで、次は11時16分か。はい、まあいい時間ですね。で、あ、こっからも投資で買えるんや。4日駅まで510円か。本当はこれでスパーのあまり買ってとかっても考えてたんですけどね。まあまあ、今回。大安やと110円なんだ。よかった、ちょうど190円のいいところで。トムジャンまで300円。これなんか涼しい。涼しい。めっちゃ涼しいよ、ここ。こんな感じでバスのね、待ち合いにも使えます。はい。めっちゃ涼しいわ。はぁ、エアコンって偉大ですね。こんな感じですね。山城駅はこんな感じで、今、ね、発見がこっちから来たね。この貨物の家のところからずーっと来て、この前の、桜木先生。これ新しいの？もう薬の品変わってるわ。これ変わってから2年も経ってないっていうぐらいなんですけどね。この辺りはね、山城城址とかね、ちょっといろいろとあるのはあるんですけどね。ちょっと今回はね、メインキャンプは、ここまで行くまで行かないといけませんのでね。この辺は自分ごとだからいいですよね。で、さっきのやつもね、ちょっと調べてみましょうね。よし。桜神社とか、書いてあるね、そこにも書いてありますね、桜神社。そこも一通り通しましたね。先ほど北山の方も書いてあるんだ。よう来ますね、下町か。これ下町区の案内か。はい、今に案内ではなくて、下町区は結構、まあ、広いですからね。すいません、いいですか。フェーズまでお願いします。この前に置いてあるやつってあれですか、あの番号をつけるやつですか。その前に置いてある、この日付か。ちょっと取らせてもらってもいいですか。ありがとうございます。これ現役なんですね。でこれで、あ、この日付を打ってもらって、すごい現役で覚えてるのあるんですね。そうですよね。どこもないでね。まず貢献のところが珍しいですもんね。貢献でもほとんどもう券売機や。そうですよね。そうですよね。すごい。あ、どうしよう、お客さん来てほしい。すみません、ありがとうございます。いや、めっちゃ貴重なものを写させてもらいましたね。ダッチングマシン、あの銚子電鉄の。やつでね、有名なスーツさんとコラボレーションしたときに、あのスーツさんがダッチングマシンを、ね、使おうと、して、ね、普段使ってないんで、使えなかったやつがありますけど、まさか現役のあるんですね。まさにそのダッチングマシンでつけてもらった日付のやつが21年8月8日。いいね、いいですね。どうなんですかね。私がパッと思いつくのにやってそうなところっていうと、小湊鉄道とかでワンチャンやってるのかなっていうところですかね。でも、そう、あ、そうか。だから、銚子電鉄さんもあれですもんね。結局、スタンプ押しみたいな感じで、ハンコ押しみたいな感じで、ダッチングマシンを使わずに貢献でやってるっていう感じって言ってましたもんね。すごいな。ちょっとお手洗い借りていこう。さあ。お手洗いも借りてきましたけど、いやいや、めっいいなぁ、いいなこの感じ。このデザインもいいですよね。昔ながらの、あの最近のね、チップと違って、色合いも青色で綺麗ですよね。すごいね。色はあれかな、駅ごとになんか分けてあったりするのかな。さっきとあれでも一緒か。面白い。で各駅、あの
乗り換え先の近鉄の、え、じゃあ近鉄も硬券で売ってんの、え、近鉄も硬券ってことになるの、それも魅力やな。ちょっとまた、ちょっとそれはちょっと今度買ってみましょう。へえ、あ、山城駅はそこがお客様駐車場になってるんですね。なんかもう一個あるらしいですけどね。あ、そこか、道渡った、あ、線路渡った向こう側のところも駐車場になってるみたいですね。広い、便利ですね。便利じゃないですか、三岐鉄道ね、いいですね。まあ、何がやっぱいいって有人駅なのいいですよね。西の尻駅以外は全部有人駅なんで、なかなか珍しいですよね。あの地方のローカル鉄道だとね、もうほぼほぼ無人駅ね、端っこのね、ターミナルになる駅だけね有人駅でとかね、いうケースがほとんどですけど、ここの場合は、そう、三岐鉄道さんはね、北線線はね、あのほぼほぼワンマンで、有人の駅のところが、ソハラと東院と揚げ木とってね、数えてるぐらいですけど、いやー、こっちの三岐線の方も楽しいですね。それにしても改めて見るとすごいですね。この多分向かいなんで、これが今桜神社あったところだと思うんですけど、この山の上なんですよ。なかなか日本でこんな、ここだけポコンってこんもり上がってるのって、古墳でもこんなにこんもり盛り上がってませんからね。珍しい構造ですよね、地形的にも。なんでこんなとこだけこんなコブが残ってるんでしょうね。これはなんか詳しい人に聞いてみたいな。こういう時にね、チャンネルの登録者数とかが増えてね、来ると、そういうのを知ってる方とかとね、が、コメント書いてくださったりとかね、そういうような流れになっていくと、よりね、シナジー効果が生まれてくるんですけどね。まあまだまだその通り状況ですけどね。でも今のタッチングマシンはあれは必見だと思うけどな。あれだけでちょっとショートで出そうかな、本編も見てねみたいな、そういう導入の仕方もありですよね。そう、あのストーリーズでありますやん。あのストーリーズは実はうちだ1000人未満だぞって、あれ5000人以上いないといけないんだったっけな。そう、結構規制が厳しいんですよね。なかなか新山でもないんですけどね、もう新山ではないですけど、底辺の、ね、チャンネルには厳しいなというわけでございます。おっ、レアカラーのやつ来ましたね。